こんにちは、市役所です。後半は林業振興課の山本さんに、今年2月から永源寺地区で地域おこし協力隊の活動を開始されました家田俊平隊員についてお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の3月のこんにちは市役所ですでは、毎週地域おこし協力隊についてご紹介をいただいていますが、もう一度概要について教えていただけますか。はい。地域おこし協力隊とは、平成21年度から総務省が取り組みを進めている事業で、都市部などの人材が地方に移住し、おおむね3年間をめどに地域の担い手として生活支援を行いながら、地域のさまざまな資源を利用し、地域ブランドの開発や販売、地域の PR などに取り組み、なりわいとすることで、地域への定住を推進し、地域の活性化を図ることを目的としています、うん。はい。平成30年度時点で全国で5500人を超える協力隊が誕生していると以前お話にもあったんですが、2月に新しい隊員が入られたそうですね。林業振興課ではどのような目的で地域おこし協力隊を募集されたんでしょうか。はい。林業従事者は年々減少しており、後継者や担い手不足が原因で東近江市においても森林整備が進んでいないのが現状です。また東近江市には素晴らしい森林資源があるにもかかわらず、その活用や魅力の発信が十分にできていません。林業で生計が立てられることにより森林経営者が増えることにつながります。担い手不足を解消し、市内の森林整備の促進と山村活性化につながることを目的として募集しました。はい。それでは家田隊員についてご紹介してください。はい。家田俊平隊員は兵庫県西宮市から来られました。はい。以前は林業会社や環境保護団体で働かれており、山の仕事や森林、自然にもっと深く関わりたいと考えておられました。はい。また現地見学会に参加された時に地域の魅力を語る地元の方の姿、そして想像していた以上に美しく豊かな自然環境を目の当たりにされたことがきっかけとなり、地域おこし協力隊に応募されました。そうなんですね。それでは飯田隊員の普段の活動について教えてください。はい。令和2年2月に東近江市へ来られたばかりなので、はい、まずは地域のことを知るためにさまざまな方と交流するための活動をされています。はい。また林業に関する技術を学ぶため地元の森林組合の協力を得て日々現場での研修をされています。毎日が勉強です。はい。まあ、活動は始まったところでいらっしゃいますが、家田さんの今後の目標などは聞いていますか。はい。引き続き林業関係の技術習得を軸に活動をされます。はい。うん。林業といっても幅広くさまざまな技術を習得しなければなりません。はい。もちろん安全が第一です。うん。また技術習得と合わせて家田隊員自身の提案で林業や地域の活性化につながるような活動をされる予定です。うん。東近江市の山や森林に関することを学びながら各関係者とのネットワークの構築に努めていかれます。はい。地域の皆さんのご理解をいただきながらなりわいを作り、3年後に東近江市に定住できるようにさまざまな活動にチャレンジされます。はい。まあ、家田隊員のこれからのチャレンジに皆さんの温かい応援をお願いします。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。